マリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今回はマリアのカバンの中身チェックをします。初めての一人企画だね。でまずマリアは普通の肩にかけるカバンとトートバッグ、いろいろ詰めるようです。じゃあまずこっちから紹介していきます。こっちにはなんか常に使うものとかが入ってて、まず鏡、ミニーちゃんとデイジーのお兄ちゃんがカンプレでくれたやつで、普段はここに入ってます。で、これティッシュなんですけど、これはティッシュケースでティッシュ入ってて、中にはなんか鎮痛剤とか薬とかが入ってます。で、スマホ、日焼け止め、くしで、ハンカチ、マスク、これ新幹線の切符入ってて、お財布と、あ、これもお兄ちゃんにもらったやつです。で、あとポーチ、この中には化粧直し用のコスメとかが入ってます。で、この中はもう入ってないです。雑ボボボボ、ね、すごいボン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 入れてた。で、こんな風にボンボン入れてて、やばいんですよ、こっちのカバンが。いやいや、いやいや、やばいんですよ、本当に。まず、パッと見、こんな感じです。まず、新幹線の中とかでのイロハス。で、お菓子、なんかルマンドのホワイトチョコのやつがあったので、ママに買ってもらいました。これはなんかピンつけようかなとか迷ったんですけど、結局つけなかったやつらです。で、グミ、はい、折りたたみ傘です。今日の天気なんか曇りって言ってたから、日傘じゃなくて雨傘持ってきたんですけど、晴れてたんだよね。めっちゃ晴れてた。でもいつも雨傘です。で、これは可愛くないですか、お化けの巾着袋なんですけど、この中にはモバイルバッテリーとかイヤホンとかが入ってます。筆箱紹介した時にも使ってたハムです。ハムの筆箱です。あとはコンビニで買ったレースブレッド、なんかこれ最近 CM でやってて、なんかめっちゃ気になってたんですよ。そしたらコンビニにあって買ってもらいました。そうなの。で、本当はお菓子はこの袋に入れるようなんですよ。いっぱいお菓子入ってます。なんかお菓子、ガムとか飴とかが入ってます。めっちゃお菓子だね。そうなんですよ。なんか一個のものを食べ続けるんじゃなくて、いろんなものを食べたいんですよ。だから、うん、いろんな種類を持ってきて、小分けになってるの欲しい、うん、で、ゴミ、これさっき捨てるの忘れてました。で、アイロンです。前髪とか直したりするようです。で、あ、忘れてた、このバッグはピンクラテさんのです。これなんかこれがついてるんですよ。ここにはなんかお財布とかいちいち取り出さなくてもちょっとした小銭が入ってて、ジュースとかすぐ買えるようにしてます。あとはマスクの予備と宿題とかワークとかが入ってます。新幹線の中で宿題するの？はい、しないと寝ちゃうんですよ。前に寝ちゃって、駅員さんにもう駅着きましたよって起こされちゃいました。なので持ってきてます。ケットにレシートとティッシュのゴミが入ってました。後で捨てます。はい、からです。以上です。
リアルなカバンの中みたいな。すごかった、ね、リアル、すごいリアル。こんなんだよ、お菓子いっぱい入ってたし、うんうんうん、お菓子はゴミ入ってたしでもね、こんなんだよね、本当はね。そう、女子力のかけらもないです。絆創膏とかも持ってきません。でもハンカチ入ってるのは持ってくるの忘れたの。ハンカチはさすがにね。でもハンカチなくてもトイレとかってペーパーあるから。まあまあまあ、確かに。はい、もう元気もつくんですこんな感じでマリアのカバンの中身紹介終わります。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。